それではこれからヨガを始めましょう。ヨガでは呼吸はなるべく鼻で行います。深くゆっくり自然な呼吸をしましょう。私は鏡に映っているように動きます。ダブルレッグレイズを行いましょう。両膝を曲げます。腹筋に力を入れながら背中を丸め、上体を床に下ろします。息を吸って吐きながら両足を天井に向けて伸ばします。息を吸ってまっすぐ天井に腕を伸ばします。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って息を吸って、吐きながら足と腕をゆっくり下ろします。右足を持ち上げ、息を吸いながら体を起こします。素晴らしい。よく動けていましたね。その調子で自分の体と呼吸を感じながら続けていきましょう。ツリーのポーズをしましょう。背中を伸ばし、足を伸ばしたまま右足に体重を移しましょう。左足を床から離し、つま先を床に向けて足の裏を右足の内側に置きます。息を吸いながら両手を上、吐いて、吸って、吐いて、吸って、足と手を下ろします。反対側も同じように行いましょう。左足に体重を移しましょう。右足を床から離して、つま先を床に向け、足の裏を左足の内側に置きます。息を吸って両手を上に上げましょう。目線は正面に。吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、息を吸って吐きながら元の体勢に戻りましょう。綺麗な動きでした。素晴らしいです。その調子で体の声に耳を傾けてください。スタンディングバックベンドを行いましょう。体を起こし、息を吸って手を上に伸ばします。肩の力を抜いて、息を吸いながら目線を正面から上、体をぐっと後ろ側へ反っていきます。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、体を起こしましょう。吐いて、手を下ろします。よくできていました。自分の体をコントロールできるようになってきましたね。素晴らしいです。お疲れ様でした。自分の呼吸を意識できましたか？呼吸をゆっくり行い、体の声を感じてみましょう。日常生活でも呼吸を意識してみてください。